朝日新聞社は4月1日と2日に行った調査で、2030年冬季オリンピック・パラリンピックの札幌開催の賛否を聞くと、賛成が 38%、反対が 47% で、反対が上回ったと発表しました。それに先立ち、北海道新聞社が2022年12月16日から18日に、冬季オリンピック・パラリンピック招致について、18歳以上の札幌市民を対象に、電話による世論調査を行ったところ、招致への賛否は、反対、どちらかといえば反対と答えた人が計 67% で、賛成、どちらかといえば賛成の計 33% の2倍になったと発表しています。同じ日程で行った全道調査も反対意見が計 61% で、賛成意見の計 39% を上回ったのです。今回の札幌市長選では、2030年冬季オリンピック・パラリンピックを札幌市に招致することの是非が最大の争点になっています。一番の問題点は、費用が大きすぎるという意見で、地元負担への懸念が伺えます。招致を推進する候補の先行きは明るくありませんが、今後どうなってしまうのでしょうか。市長選で投票する際、冬季オリンピック・パラリンピックに対する候補者の姿勢を重視するかどうかについて質問したところ、重視するという回答が 56% で、重視しない 33% より多かったのです。市民の間には、冬季オリンピック・パラリンピック開催の是非を住民投票で決めるべきだという声も出ています。今回調査で、市が招致活動を続けるかどうかを住民投票で決めることの賛否を尋ねました。賛成が 79% と圧倒的に多く、反対はわずか 9% でした。札幌市民の調査では、冬季オリンピック・パラリンピック開催について、反対意見が賛成意見を上回るのは、2021年4月と22年4月に続き3回連続になりました。前回より反対意見は10ポイント増えた一方、賛成意見は9ポイント減り、差は15ポイントから34ポイントに広がっています。内訳は、反対が過半数の 52%、どちらかといえば反対が 15%、どちらかといえば賛成が 21%、賛成が 12% でした。全道は前回、賛成意見が 51%、反対意見が 48% でしたが、今回は賛否が逆転しました。反対の理由を段数回答で尋ねると、札幌市民は、除雪やコロナ対策、福祉など他にもっと大事な施策があるが 48% で最多で、東京オリンピックをめぐる汚職や談合事件で、オリンピックに不信感が募ったの 23%、施設の整備・維持にお金がかかるの 13% が続きました。全道対象の調査結果も同様の傾向でした。札幌市内では昨冬、大雪で除排雪が遅れ、市に寄せられた苦情は、過去最多だった2012年度の 1.8 倍となる、約7万5000件に上りました。税金の使い道に対し、札幌市民が厳しい見方を示していることが伺えます。施設整備費770億円、札幌市の負担は490億円などの開催経費については、お金がかかりすぎるとの回答が、札幌市民 44%、全道 47% で、共に最多です。札幌市が招致の意義や経費について十分に説明しているかとの問いに対しては、札幌市民、全道とも7割超が説明が足りないと回答しています。一方、賛成の理由、段数回答は、札幌市民は経済が活性化するが 34% と最も多く、札幌の街づくりが進むが 20%、子供に夢を与えられるが 19% で、全道調査では、経済が活性化するが 55% と過半数で、子供に夢を与えられるが2番目でした。札幌市民の意見を男女別で見ると、反対意見は、男性が 60%、
女性が 73% で、女性は前回より18ポイント増え、年代別は全世代で反対意見が上回り、70歳以上が最多の 77% でした。支持政党別では、自民党と公明党は賛否がほぼ横並びとなりましたが、立憲民主党と共産党は反対意見が8割超、支持政党なし層も同7割近くとなったようです。同時期にインターネットを使った調査も行い、札幌市民は反対意見が 68%、賛成意見が 27%、全道はそれぞれ 62%、32% で、電話調査とほぼ同じ傾向となりました。札幌市は早ければ今週にも招致の賛否を市民らに問う2度目の意向調査を行う方針で、いかに支持を回復できるかが焦点となります。東京オリンピックをめぐる受託収賄容疑で組織委員会の元理事が逮捕されたのは昨年8月です。1月25日には東京オリンピックのテスト大会をめぐる談合疑惑で、東京地検特捜部などが広告代理店大手の電通などを家宅捜索しました。オリンピック委員会 IOC は12月6日開催地決定の時期を無期限で延期すると表明し、札幌市と日本オリンピック委員会 JOC は12月20日に積極的な機運醸成活動を当面休止し、市民・道民に加え全国を対象にした意向調査を実施すると発表しました。今回の北海道新聞社の世論調査は、札幌市などが当面の機運醸成活動の休止を発表する直前の昨年12月16日から18日に実施したので、汚職・談合事件によるオリンピックの印象悪化が大きく影響した可能性があります。札幌市と JOC は今回にも大会運営手法の改革案を公表した上で、意向調査を実施する方針です。札幌市の秋元克弘市長は、仮に意向調査で反対の声が多かった場合、そのまま進めることは難しくなるとの認識を示していますが、将来的には実施しないかもしれない住民投票よりも直前に迫った市長選が冬季オリンピック・パラリンピック誘致の是非を問う投票になるのかもしれません。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。札幌は問題山積みだなと思う人は高評価ボタンを押してください。また今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。